ちょっと。いや、うち犬飼ってるんで、ね。うちもワンちゃん飼ってる、そんな、今、記憶が、12時間前の記憶が蘇ってる。綺麗な、本当にみんな。はい。ペーパンプスさんです。はい、ありがとう。これ長いですよ。着メロは、7月発売の谷川ファミリー。15人で歌う沼田ラブロード。15人エグザイルですか？エグザイル。15人、お年寄りのエグザイルですかね？女性ゲストの顔を生ハゲみたいと言って、女性ゲストの娘さんが激怒したこと、告知してしまう。谷川明の何でもありを毎週欠かさず聞いている。トンカラトンカラトントンカラリのズパンプスです。はい。歌が出ました。突然ですが、正田醤油のスタジアム、正田醤油スタジアムのゴール裏で、公式チアガールに紛れて白鳥パンツを履いて踊っている白鳥女の夢を見てしまいました。どうかしてますね。というわけで、元気があれば何でもできる。赤木団のサイン会で、あーちゃんに私が独身であると告知したら、あーちゃんの顔が深刻になって、いろいろご苦労されてきたんですね、と勝手に離婚歴があると解釈されてしまいました。リスナーさんにも勘違いされているかもしれませんが、改めて告知します。私は結婚したことも、逮捕されたこともありません。素晴らしい。うん。素晴らしいんですか、これは。はい。トースポ時代に撮影した写真の腰の角度や、うんたくの件で、桜田門に時々お呼ばれしたことはありますよ、と。これね、トゥーパンプスさんっていうのは、もともとトースポの写真、はい、写真撮ってた方で、かなり過激なことを撮っていった、うん、昭和時代に。それで、あまりにダメすぎるんで、まず、その、本社に呼ばれて、なんだこれはと。なんだこの写真は。で、よく呼ばれてた。そう。本当でも、リアルに聞くとすごいんですよ。本当に。ああ、そのリアル話聞いてみたい。すごいですよ。ちょっと言えないぐらいな。はい。私たまにね、お話しますけど、うん、まあ、ひどいですよ。よくやってたな、こんなことっていうね。で昔ね、本当スポーツ新聞すごかったですもんね。でも記者の方って、はい、独身の方が結構多いかもしれない。私、ね、うん、知っている記者の方、そうですね、独身の方が多いです。それなんでなんですかね。あまりにもこう 裏を見てしまうのか。あと時間がない方とかね。時間もないしね。うん、家庭をこう持つようなそういう時間がない。もうそういうお店に自分でお金払って取材に行くんですからね。あ、そうなんだ。そうらしいですよ。自分で払って。店に受けて。ああ、そうなんですね。どうだったっていうのを全部書いて、ね、出すと。そうですね。私は書けません。書いてって言われてないと思いますけどね。書かないでも満喫するだけの部分で、ね。いや、本当大変だと思う。書けって言われればいっぱい引き出しはあるんでしょうけど。いや、私は、はい、ありません。